はい、お帰り。はい、どうも、こんにちは。今日も仕入れ、鉢物の仕入れ行ってきました。はい、ご苦労様、はい。今日は何をご紹介してくれますか？今日はですね、今やっぱり煮物がどんどん出てきておりまして、その中でもブルーベリー。うん。これがやっぱり今ちょうどこの実の存在もしっかりしてきましたし、色がこれから。ね、はい、ちょうど降ってきちゃった。雨の、間にやりたかったんだけど、降ってきた、はい、やべやべ。ブルーベリーはね、はい、五郎鉢とか、この間六郎鉢の大きいやつとか何回か入れてるんですが、どんどん良くなってきてますんで、今日は苗、何号 3.5 号4ですね、4号、いや、4.5 だのブルーベリー。すごい実が回ってる。ブルーベリーって実、この子は実が、あ、なんだ、一個品種で実がなるの？これはね、そうです。皆さん結構ね、ティフブルーっていう種類聞くと思うんですけど、これは1本でもなりやすい種類なんですね。まあ、切り花でもね、今すごくブルーベリーが出てて、この実の状態で楽しんでますね。あ、もうこんな感じで、ね、秋になると、まあ、切り花の方ではこれは紅葉して楽しめるんでね。だからこれも紅葉。紅葉はね、そうです。紅葉。その後のね、落葉もあるんでしょうけど、まあ、その前の紅葉をしっかり楽しめるという意味では、まあ一つで3回美味しいぐらい。なるほど、いっぱい市場に出てきたぞって話だよ。これちょっとスピード、はい、いきますか。このちょっと上げますか。これは中だな、あとな、この先。この先はブルーベリー終わった。じゃあブルーベリーは今おすすめです。はい、はい、ぜひ。切り花でもおすすめです。高いんだけどね、切り花だと。で、ね、前から気になってたのリップサリース、これはね、多肉系なんで、まああのあんまり水とか管理はそんなに難しくない。もうどっちかというと簡単なんで。知ってる？リップサービス。かわいいです。花咲くんですか？リップサービス。あ、リップサービス。そんな知らないよね、俺たちね。すみません。花はね、ごめん、咲かないんですけど、ただね、たまに咲く種類があるたりは聞くんですけど、まあ、でしょうね、植物だから。ただ、どういう花とか、どれが咲くとか咲かないとか、ごめんなさい。はい。勉強してくれ。はい、こんなね、いろいろ種類あります。はい、はい、こんな感じでつるしのタイプです。はい、はい、そしてね、これがね、綺麗ですね、ロベリア。綺麗ですね、ロベリア。これ普通のロベリアはね、一年草なんですけど、これはあの栄養系ってね、種を自分で落とすのかな、あの宿根的な感じでモリモリしてきます。だからちょっと高いんですけど、ブルー、あれだね、なんか今やってるブルー、なんだっけ、苗でいっぱい出てるブルー、ブルーアメリカンブルー。アメリカンブルー。アメリカンブルーとはまた違う青の。そうですね。あの、真っ青というよりは少し水色が入った。こ、ね、れはいいぞ。水色コンパクト。涼しげでいいです。はい。モリモリしてきますよ。はい。じゃあこれが2つ。途中からあれだ、中での撮影だ。はい。どうぞ、どうぞ。はい、はい。サフィニアってね、まあ、昔からあるんですけど、最近少ないんですよ。サフィニアの流通が？流通が、そういう本当に昔からあるサフィニアっていう人へのこういう感じが、どん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 改良されて、新しいものはできてるんですけど、やっぱりね、根強い人気があるのはこれなんです。サントリー。そう、サフィニアはサントリーのが種を、特許を持ってる。ああ、他のサフィニアなんですね。まあ、ちょっと正直飽きてきちゃった感があるのかな、じゃあ。いや、でもね、また盛り上がってきてるんです。これが探してる方は多いです。あ、そう。はい。はい、ぜひぜひ、はい、ピンクと紫が入ってる。いやで重たいです。はい。いきたいよ。そしてヘデラ。ちょっとね、釣りの丈夫な鉢がなかなかなかったんで、ちょっと定番ではありますけど、ヘデラ、アイビーですね。アイビーの5号鉢。こんな感じです。これがいろんな種類、V 入りだったり、グリーンだったり、多分3、4種類入っております。はい、5号鉢、ってボリュームは6号ぐらいありますよ、ね、こういうあれだね、釣りのポトスなりなんなり地味に人気ですよね。地味にそうです、なきゃないで言われるし ね、いつの間になくなって。はい、その奥にもあるけど、それは注文でいっちゃうのか。あ、これ注文でいっちゃうんですか。アイビーがあったりした。
これ六号橋の下森町。こっちのはモリモリはしてるわ、ね。こっちのはそうですね、一回り大きい。ご注文で行っちゃうと。はい。軽いやん。これ注文で中に。はい、そしてローズマリーの、はい、かわいいタイプ。これローズマリー上はオレンジ。いや、これ今日たまたまいいですか。あ、たまたまっていいのしか入れないですけど。いいです。はい、ローズマリー。ローズマリーいいですね。香りもすごい。綺麗なんですよ、グリーンね。じゃないところはもう、もうちょっとね、色がね、どす黒い感じのね。なんか綺麗じゃない。で、あります。はい、皆さん、ごめんなさいね、注文は受けられないんですが、ある時にちょっとずつ仕入れます。ごめんなさいね、本当に。ただ言っといてもらうと、目指しますんで、一応話は聞かせてください。もし欲しいようでしたら。今日入ったのが7号鉢のグレースっていう種類です。はい、面白いね。はい、プチ。プチ。あ、どこよ。はい、ユーカリも今いいですね。あ、ずいぶん先っぽまでちゃんと葉っぱになってきましたね。葉っぱ、はい、しっかりした葉っぱになってきました。うんうん、すごいモリモリしてます。なら安心です。ボリューム見つけたかな。こんなモリモリなのはね、なかなかなかったんで、また今になっていいです、すごい。ほら、わかるかな、このボリューム、伝わる？モリモリでーす。モリモリです。はい、こんな感じで、2発入れてまーす、はいはい。あ、その下でいいよ、真下でいいよ、真下で。はい。はい、オリーブ。手の欲しい方の声もあったんで、ここはね、鶴亀さんの非常に高いところの生産者ですね。鶴亀さんって火曜日しか入らないんだっけ？そうです、そうです、ね。火曜日のみです。もう、そうね、こういう東京の市場でオリーブといったら、そっか、ここだ、ここだね、鶴亀さん。ここの方がやっぱり一番樹形がかっこいいですね。有名ですね、はい。お値段もいいんですけど、まあこれでもね、やっぱり、あの、樹形とか、うん、その辺考えると太い、すごい太い、いいと思います、うん、マングーカズラ久々ですね、マングー。ちょっと夏っぽい観葉が欲しいなと思って、はい、こんな感じで10号鉢の真ん中にヘゴがあるタイプですね。はい、こんなのもね、もう早めに連絡くださいね。どんどん営業していっちゃいますから、なくなっちゃうと思いますよ、早めに行きたいと。はい、マジで安いですよ、7000円。はい、はい、アジサイは、まあ、確かに今アジサイの時期なんで全く仕入れたくはないんですけど、ただそこそこやっぱり一番売れてるんです、なんだかんだ動いてはいるんで。そうよね、母の日終わってもなんだかんだ動きます、うん、動いてます。で、今日はね、たまたまこれいろんなのがミックスで、これが確か竜宮、ちょっと色合いがね、若干いろいろ違うんですけど、いろんな入ってるのミックスです、可愛い系。そしてね、このルナ探してる方がね結構多いんですよ。ひな祭りのルナ、ちょっと花のね可愛いタイプです。これは母の日からずっと人気ありますね。あのマニアの間でもこのルナを探してるっていう方が結構人気します。6年前にさ、6年ぐらい前に真っ白な綺麗なアジサイを俺買って帰ったんですよ。おお、はい、今はすごい水色になっちゃった、普通の水色のアジサイになっちゃった。やっぱね、本当に変わるんだね、土で。これ八重のベゴニアでね、平野さんのいつものやつなんですけど、特にこの品種もの黄色、これだけはもういつもね、やり取りが、取引が競りで残んないぐらい人気があるんですよ。で、今日はたまたまいつもと同じで黄色です。で、一番人気の黄色、ここは3鉢あります。はい、いや、はい、はい、ミニ観葉がね、うん、意外と人気あってなかなか仕入れられなくてすいません。このぐらいの 3.5 号鉢なんですけど、いろいろ入ってます。
当はね、名前が書いてあるとね、もっといいんですけどね、個別に、ね、さ、コロナの時に人気だったよね、あの、あ、そう、 家で巣ごもりしてる人たちがこういうみかんをすごい人気だった、人気だった、そうそう、そうなんですね。さあ、100円、よく言われた、まあ、もっと小さいけど、300円、3コインとか結構置いてあるみたいです。うちも対抗して3コインです。はい、久々のみかん用です。はい、そしてアイビーもね、苗なんですが、これもね、いろんな種類入ってすごい品のいい生産者で、最近ちょっとこの生産者推しです。品がいい、いろいろ入ってていいです。新華園さんっていうのかな。はい、はい、です。今アイビーがお買い得です。いつも150円、前回150円、前々回か150円ぐらいでしたからね。はい、ちょっと気になってるのが最近これ、ちょっと高くてね、なんかちょっとお呼びじゃないなと思ってたんですが、ようやくちょっと、香水のお花、結構咲いてくると香りも、まあ、香水に使われるみたいですけど、いまいち分かってなかったんですが、鼻が効きませんな、うん、よくわからない、葉っぱかな、まあ、いや、わかんない。ちょっとごめんなさい、あんまりわかんない。ちょっとあれだね、かなりあの色目的に上級な品種ですね、上級者が、うん、これはかっこいいで、ね、意外と育てやすくてモリモリしてくるらしいですからね。これみたいな素人はね、マリーゴールドとか一日草に行っちゃいそうですけど、意外と簡単らしいですよ、はい、生育にはあんまりモリモリして簡単です。はい、です。ありがとう。甘い香り、ちょっと、ま、ちょっと待ってください。はい、そして皆さん大好き、最近ずっとね売ってるんですけど、前回同様アロハダブルってですね、八重咲きです。カリブラコアの八重咲き、はい、はい、これちょっとね最近人気ですね。これもすぐなくなっちゃうんですね。手に入りますね。はい、はい、はい、アンゲロのセレニータです。これはね、夏すごい伸びてば、ある程度は伸びます、うん、ただすごいもうどんどん伸びるって感じではないので、うん、自分のところでカットしてあげると脇が全部これね出てくる新芽です。北所に北所、さあ、そうそう、夏大好き、パッパなのか、国書に負けず連続開花、はい、この脇が全部咲いてきますんで、あんまり極端にこれだけ伸ばさずに、伸びすぎたらカットしてあげてください、真ん中。そうすると脇も一緒になってボリューム出てきますんで。なるほどね、裏にいろいろ書いてあります。はい、アンゲロニータ、はい、アンゲロニータじゃ、アンゲロ、はい、アンゲロニア、アンゲロニアのセレニータ、はい、一緒になっちゃった。はい、はい、で皆さん大好きな日日です。タイタンっていう種類ですね。はい、こちらすごい餅が、これも夏バッチリです。どんとこいです。キンキどんとこい、どんとこい、はい、はい、そろそろね、これはもう梅雨とともに植えるのを一回やめてもらいたいんですけど、今はもうラストぐらいかな。もう早く植えてください。梅雨前に。ああ、もうじゃあラストや。もう植えてもらって、で、梅雨は一旦、真夏、ちょっと落ち着くまで、はい、ちょっと一旦やめてもらいたいって感じです。もう、はい。はい、雨が降りそうで、もうすごいね。俺たちもヒヤヒヤしながら。あ、これも推しですね。ちょっとメランポジウム、これも夏で平気なんですよ。また今度ゆっくり話して、ゆっくりね、ゆっくり話しましょう。メランポジウムは、はい、いいですよ。ブルーベリーさあ、どんどんいかないと。あ、ブルーベリー、うん、ブルーベリーで、今日苗注文多いね。苗多いですね、やっぱりね、盛り上がってます、市場も。あ、
一番も苗は、うん、で高いんですよ、実は苗が。へえ。で、ああみんなああみたいな感じで様子見ながら買い損なっちゃってる人が多くて。だって今週雨だからちょっと狙い目かと思ったけど高いんですよ。そうそう、ちょっとあの本当にね、質の悪いのはもう下がってます。うん、うん、もうそういうのだとね、ダメになるのも早いんで、要はいい苗だったらいけますよっていうところで、みんないい苗を集中的に買ってますね。はい、いくら安くても悪い苗はいらないっていう、はい、そうです。今、はい、左側に汎用が映ってますが、ロベ映ってますけど、こういうものはロベとかアレカってあれだよね、ほんと夏物って昔よりなかなか入りづらくなってきて、すごいね。今日もちょっと実はもうちょっと早く帰ってくる予定だったんですけど、これ待ちだったんですね。なんだ、ちょっとこれを競りに かかるのを待ってないと、1万円超えになっちゃうんですよ。あ、そう。3つは。いや、いや、そう。ロベって前、ちょっとまあ大きな声じゃ言えないけどね、そう、こういう、こんな金額じゃなかったよね。そう、あの、ちょっと注文した大江張りでもう7、8千ぐらいで出たんですけど、なかなか今。書いてるけど、大丈夫です。はい、ありがとうございます。競りで安くなったタイミングじゃないと8000ぐらいで売れない。あ、いや安かったのも5、6年、もう10年ぐらい前か、こんなのが安かったのは。なんかね、時代が変わっちゃったんだよ ね。あれかなんて競りには全然かかんないんですよ。あ、そう。だから欲しかったら注文しなきゃいけないなっていう。 あれかです。ねえ、本当にが人気でっていう。はい、はい、じゃあさっさと、さっさと、さっさと。で、じゃあまあそんな感じでまだ人気があるぞと。はい、補聴欄が、今日あたりが高くなると思ってたんですけど、うん、ちょっとね、まだそんなにがっつり動いてないです。うん、5本立ちぐらいかな。ちょっと月末需要で、あと月始、6月の初めぐらいに届けてっていう、まあ、総会も6月はあるからかなっていうところで、5本立ちのなんだろう、キープ力がだんだん激しくなってきてるなっていうところ。はい、だから3本立ちはまあ6月早めにでも注文ください。はい、こちら、はい、はい、そんな感じで。特別入手が今難しくなってるって話じゃないですね。そうです ね意外とまあまあ大丈夫でした。はい、で月、来週、ただ来週は、ね、来週もう今月月末。そうです。あ、今週月末、今週月末です。あ、だけど平気だ。今度行く時は平気だ。はい、予想に反してそんなに高くならなかったよと。だけどちゃんと注文くださいねということですね。そうですね。はい、はい、わかりました。今日はじゃあブルーベリー最初にご紹介していただいて、そこが今週というかしばらく、そうですね、煮物全般にちょっと注目していきたいなって思ってます。なんかレモンもいいのが出てきたりとか、なんかちょっと気になるのがいくつかあったんですけど、なんでちょっとこれから雨って切り花もね、煮物がちょろちょろ、まあ、ブルーベリー3キラーいろいろ出てきたり、ちょっといろいろ状況変わってきてますね。あ、うんうん、まあ、煮物もそうですけど、そこについてる葉っぱがすごい今綺麗だったんで、うん、なんかちょっと見えたかなと思っていたので。ありました。はい、はい、ま、どうもありがとう。はい、また来週。はい、雨降っちゃう前に終わってましょう。はい、はい、さよなら。バイバイ。